最初のショット、両チームのキーパーがナイスセーブを見せています。こちらは花村、開幕戦だけとはいえやはりランキング上位に来ているというところになりますが、最初の得点決めていきました。ここは林打たない、パスを選択しました。近藤穂乃香、もう一度スタートしている、ここにいました中田、キーパーになります。バイオレスタイルです。わというところで、そういった選手もいるということなんですね。さあここも決めてきました、行きたいところです。林、またここが空いてくるということになります。森本、このキーパーがまた12番岩見が来ます。うわー、また林へ中をこじ開けていくのか、外開いていった、決めてきました。林こじ開けるか、いやーまったり。そしてバイオレンタエリス、これは守りからの得点、速攻見せられるか、佐々木からパスが通る、これもまた素晴らしい守りです、まという形にもなっています。いやしかしいい落としから点が入ります。パーシブプレーの告知があります。告知が出るまでは回して、バイオレンタエリスは開幕からアウェーのゲーム2戦で2連勝と。